C の長年は、奈良時代中期の家人。聖和連。くだらの維新で、天示天皇4年8月に、奥礼福留と共に、畜子国に、王の、騎以上の二つの古代山城を築いた四妃、福王の子孫で、都来人形日本人だと思われる。俗日本記によると、一族の四妃中優、四妃コウモリは、それぞれ、人気元年5月と、天平寺陰後2年3月に、 地位の霊園の姿勢をたまもの組みされている。女性では、和道7年11月に、四被信者が、老夫の父母への公用などにより、会期を免除され、表彰されている。長年の経歴、自責については、一切不明で、医術をもって朝廷に仕えたものだという説がある。万葉集に収められている、以下の古歌の改作を行ったことで知られている。立花の寺の長屋に、 我が律根指導女法理は、神上げつらむか法理は、もう神を言い上げたことであろうかこの歌に関して、長年が脈見ていったことは、寺院の建物は、俗人の寝るべきところではない。また若い女を、っぱなしか官というが、古しくに、すでに使用されているから、奥に重ねて、諸官と言わない方が良いだろうと表し、以下のように改作している。立花の照れる長屋に、 我が律ね指導所法理に噛み上げつらむか。ありがとうございます。